皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日はアメリカ議員が台湾独立分子と結託。では参ります。えー、昨日はですね、RCEP の動画ご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。たくさん噛まないと飲み込めないようなですね、ちょっとあのー、硬いどとかクソ真面目な動画になってしまって、非常に長い動画でしたね。本当にご視聴ありがとうございました。 また、リクエストをくださった方も、あの、見ていただいたということで、ありがとうございました。で、RCEP に関してですね、ちょっとあの、真面目な動画だったんですけれども、RCEP 単体を論じるものが多いんですよ。メディアもそうですし、まあ他の専門家の方の論評なんかもそうなんですけれども、しかし RCEP をどう考えるかといった時にですね、日本のこれまでの、まあ15年ぐらいにわたる立ち回りであったりとか、そして日本が国際社会から受けている信用、これは大きな武器になる。これを壊しちゃいけないということと、そして未来に FTA a a p という巨大な経済圏のですね構想が国際的にあるとこの時に日本が力を失っていたらもうそれこそ手の打ちようがないというところの中の RCEP というところですねここで論じていかないといけないんじゃないかなというので私なりにですね考察を上げさせていただきました本当にありがとうございましたで昨日が重たい動画だったので本日はライトな感じでいきたいかなという,ふうに思いますね。でいくつかの 記事をピックアップするような形にしますけれども、基本的にまあ台湾の話ですね。と、あと台湾に対して中国が今グレーゾーン戦略っていうのを使ってるんだということで、警鐘を鳴らす台湾の,あの防衛白書みたいなのがあるんですけれども、えー、防衛白書でいいかなと思います。認識としては。それが発表されました。グレーゾーンとは何ぞやというところ、そしてそのグレーゾーンというのは我が国にもやってるし、そしてアメリカにもやってますよというお話をしていきたいと思います。まずはですね、 えー、アメリカの議員が台湾を訪問しましたというお話、こちらご覧ください。はい、えー、NHK でございます。アメリカ議員らが台湾訪問官米軍機使用。中国は強く反発ということ。NHK の記事ですけれども、アメリカ議員の皆さんがですね、また台湾訪問しました。6月にも訪問しましたけれども、再度訪問して中国が反発しているということなんですけれども、えー、アメリカの軍機を使用したから、えー、まあ、反発してんじゃないかという NHK の記事なんですね。 で、これはですね、中国とのお、まあ、ですか国交正常化するときに交わした声明とかコンセンサスに違反してるんじゃないかというところからこういう、まあ、考察をしていると思うんですけれどもいやいやいやということで今回アメリカの議員が初めて台湾にいてある人に会ってるんですよ。 それが中国にとっては本当に痛い重篤な情報だということで反発してるんじゃないかなと思います。アップルデイリーというメディアがありますよね。中国がまあ潰しにかかりましたけれども、実は一部生き残ってます。ウェブバージョンの方が。で、アップルデイリーの台湾版のウェブバージョンというのは生き残って、まだ情報を発信してくれてるんですね。そちらをご覧ください。こちらでございますね。で、 この方誰なんだという話なんですけど、この方台湾の国防部の国防部長です。旧国政さんという方なんですが、今回初めてアメリカの議員が台湾の国防部長を訪問しました。何が話されたのかというのは公表されておりませんけれども、中国としてはこれがたまったもんじゃないんじゃないかなという気がしますね。で、中国とアメリカといったときに、 えーまあ、今、対立している構図になりますけれども、以前どうだったのか、特にオバマ政権自体どうだったのかと言いますと、それなりに、 例えば合同訓練とかもやってたりするんですよ。また後ほどご紹介しますけれども、合同訓練とかやってたりします。で、どん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 それが疎遠になっていくわけですね。例えばリムパックっていう大きな合同訓練あるじゃないですか。あそこにも呼んであげた。でも、いざ呼んだら中国がフリーゲート艦で情報収集艦ですよね。偵察艦を使って、他の国の演習なんかを付け回してですね、スパイ活動みたいなことを堂々とやっていると。 こいつら何なんだと。国際的なマナーもわからんのかということで、もう呼ばれなくなってしまっている。疎遠になっていってるんですよ。で、その疎遠になっていっている反対側で、えー、ここ最近分かってきたのが、アメリカの特殊部隊が台湾に入って台湾の軍隊に訓練していたりとか、あとグアムで共同訓練も行いましたね。合同訓練も行ったりとか。さらには、アメリカの周辺に対して、えー、合同訓練なんかですね。 呼びかけてみたりとか、中国と疎遠になっていて、台湾軍の方とどん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 関係が構築されていっているというような、そういう状況がある中で、国防部長を議員が、アメリカの議員が今回初めて訪問をしたというところ、中国にとってはこれ溜まったもんじゃないという話なんですね。おそらくここに反発してるんじゃないかなというふうに思います。えー、中国はその反発する中でこんなことを言ってますね。 台湾独立勢力と結託することは危険なゲームであり、一緒に火遊びをすると自らに火の粉が降りかかり、身を滅ぼしてしまうと警告したということでございます。台湾独立勢力、これ中国が言うところの台湾独立分子というところでございますけれども、 このですね、台湾独立分子というのが、今一時的にかもしれませんが、台湾の中で流行してしまっているというお話が次のニュースで上がってきました。これめちゃめちゃ面白いニュースでしたね。え、ちょっとこ、声が出てしまいました。笑ってしまったんですけども、声が出てしまったんですね。え、産経新聞。私も、顔面な台湾独立分子。 中国リスト入り希望続出ネットで流行語にという記事なんですけれども、まあちょっと前に私の動画でも取り上げましたけれども、えー、台湾のもうかなりの交換を中国は一方的に制裁しましたね。制裁リストを作ってそこに入れました。で、中国で言うところもチャイナセブンに入るような交換です。 で、異常だとしか言いようがない。もう非常識な制裁をいきなり一方的に課した。その理由は台湾独立分子だから。顔面な台湾独立分子ということで、えー、もう中国本土とかマカオ、香港でもですね、入国を禁止するということで制裁を課したわけでございます,すけれども、俺も入れてくれと。私も入れて。俺も入れてっていう声が SNS で続出しているっていうんですね。 で、この記事の中でもめちゃめちゃ面白かったんですけれども、その中でですね、ちょっと Facebook にこ,こちらの方がですね、えー、抗議をしたんですよ。中国共産党に厳重抗議ということでですね、Facebook に文章を上げてきました。この方がですね、えー、台湾の中ドイツ大使の方、えー、ドイツにいて大使をされている方になりますけれども、シャーシーさんという方なんですね。めちゃめちゃ面白いですね、これ。 私は長年台湾の主権を守るために戦ってきたと。チベット、香港、新疆ウイグルなどの民主化運動も支持してきたと。それでも私にこのリストに入る資格がないのかということですね。もう末席の一番隅っこの方でもいいから頼むからリストに入れてくださいということで懇願しているということになります。もう私の名前がないと笑われてしまうと。恥かくから頼むから制裁してくれっていうですね。 そういう文章を Facebook にアップしましたね。今、中国と台湾の関係非常に緊張が高まっている中でも、こういうウィットに飛んだ反撃をするというところですね。ほんと頭が下がりますね。素晴らしい反撃だなというふうに思います。でですね、こういう、まあ政治家の方々が反応してるだけ,だけではなくて、一般の人も反応してるということで、なんとですね、この、顔面な台湾独立分子 T シャツというのが、まあ今販売されております。で、た、多分これだと思うんですけども、これですね。はい。 えー、アン、えー、ベンディング。 アンペンディング、タイワニーズというふうに書いてありますけど、顔面な独立分子ですね。まあ、こういったですね、政治的な情報がなければ、頑固な台湾人という方で、ことで止まってしまうんですけど、真ん中にまあ、台湾ので、あの、言葉が書いてありますけども、顔面な台湾独立分子ということで、こちらの T シャツがもう販売されているような状況になっているということですね。非常にウィットに飛んだ反撃をしているということでございます。でですね、今この台湾と中国の関係がこういう形で、えー、緊張関係にある中で、 台湾の国防白書というのも発表されました。で、ここからグレーゾーンというものの話に移っていきたいんですけど、まずは読み水になる記事、こちらでございますね。 フォーカス台湾でございます。中国はグレーゾーン作戦で台湾脱出を企画。台湾の国防報告書ということですが、この国防報告書というのが我が国でいうところの防衛白書でいいのかなと思います。2年に1度発表されるものですね。その中で中国はグレーゾーン作戦を企画していることを初めて指摘したということなんですけれども、まあ前からずっとやっていることなんですよ。グレーゾーン作戦。で、グレーゾーン作戦で何かと言いますと、 えー、詳しい方はもっと私より、あの、ちゃんと説明できると思うんですけれども、ひとまず、我が国にやってるところというところで説明させていただきますね。グレーゾーンっていうのは白でも黒でもない曖昧なラインということなんです。何と何の間で曖昧かというと、自衛権と警察権。 この間のラインですね。この間のラインでプレッシャーをかけていくということを我が国に対してずっとやっております。自衛権が発動しないギリギリのところまで嫌がらせをしてやるぞということ。でそのギリギリのところというのは各国によって違うわけですよ。 日本は日本の憲法とか法律があって、その解釈によって運用されているということになるので、観測気球を上げながらそのギリギリのところを探っていくわけですよね。で、そのギリギリのところが、えー、軍事的衝突に至らない最大のプレッシャーを与えられる位置ということになりますので、それを長い年月かけて中国はじわりじわりとやっている。そのじわりじわりとやる作戦の進め方をさらにスライス作戦と言いますということなんですね。 これがグレーゾーン作戦ということになりますグレーゾーン作戦をちゃんとあの高いプレッシャーで位置するためにさらにスライスというのをやっているよということになりますねこれを台湾に対してもやっているということになりますけれどもアメリカに対してもこのグレーゾーン作戦というのはやっておりますでアメリカに対してやっていることというのは当然我が国にも台湾にも関係してきますけれども 何をやってるかと言いますと、アメリカの防衛ラインを下げよう。つまり、アメリカの注意を第一列島線と呼ばれる、えー、尖閣諸島とか台湾海峡とか南シナ海から遠ざけようという試みをずーっと中国はやってますよね。こちらご覧ください。はい。こちら、ロイターの1年前ぐらいの記事かな。結構前の記事になるんですけれども、中国、グアムの えー、米空軍基地標的と見られる模擬攻撃の動画を公開ということですね。これもわざわざ公開するのは何かというと、グアムというのはどこかというと、中国の防衛ラインでいうところの第二列島線のそのラインの本当にオンザラインなんですよ。ラインの上にあるところですね。なので、わざわざこれを公開して、注意を第一列島線から第二列島線に押し下げようとすることをしていた。で、 第3列島線というところまであるんですけれども、第3列島線ですとハワイというところになりますが、こんなこともやってますね。中国艦隊、第3列島線に接近、ハワイ沖で訓練ということで、これも観測気球を上げているということになりますね。で、第1列島線、第2列島線、第3列島線の図というのがこちらになります。こんな感じですね。はい。で、第2列島線のライン上にあるのがグアム。第3列島線のライン上にあるのがハワイということになります。 え、トランプさんが大統領に当選した時に習近平さんとトランプさんとの会話の中で太平洋はものすごい広いと。で、これを分け合ってもお互いの国に利益があるので分け合いませんかということを習近平さんからトランプさんに言いました。もちろん答えはノーということで現在があるということになりますけれども、中国としては 第二列島線、第三列島線というところまではアメリカにあげるよと。しかし第一列島線である尖閣諸島、台湾、そして南シナ海っていうのは、オラが海だよというところで落としどころにしたいわけですよ。 ところがアメリカはそれを当然、うんとは言わない。じゃあ、圧力をかけていって、力でもぎ取ってやれというところなんですが、アメリカの方が当然強いということになりますよね。しかし、局地的に第一列島線のところだけの局地線って行った時には、もう中国の方が有利なんじゃないかという、そういう、えー、専門家の方の意見もあります。もちろん、総力で言ったら圧倒的なアメリカの方が強いですけれども、ということで、力を分散させようじゃないかという作戦なんですよ。 で、これを軍事衝突に至らないようにするためには、こういう観測機器を上げて、第2列島戦でアメリカが注目するようなプレッシャーを作ってみる。第3列島戦でアメリカが注目するようなプレッシャーを作ってみる。どこまでプレッシャーをかけていくと、アメリカが実際に動くのかというところでグレーゾーン作戦を実際にやっているということになります。 で、この大きな第3列島線までの枠組みの中で日本と尖閣諸島というのはどう守っていくかというところを考えていかなければいけないということになりますけれども、アメリカもどうやら黙っていないぞというそういういニュースも出てきましたね。こちらでございます。 アメリカがグアム第2列島戦でアイアンドーム試験をしたということなんですね。中国のミサイルを想定してということになりますけれども、ここにまあ艦隊とか軍を集中させるということになると、当然第1列島戦が手薄になってくる。じゃあアイアンドームで守るわということで、まあ試験を行ったということですね。これも中国にとっては痛いんじゃないかなと思います。ひとまずこういう形でアメリカは中国の意図には多分気づいているということを思いますね。グレーゾーン作戦に関してはもうアメリカの方ではずいぶん前から中国がやっているという指摘が あのいくつも上がってきてきおりますアメリカはまあ把握しているというところだと思いますので、えー、そんなにまあ我が国は焦る必要ないんじゃないかなという気がしますねで最後に中国とアメリカが疎遠になっているというところなんですけれどもちょっとびっくりニュースというところで最後に軽くお届けさせていただきたいんですけれどもこちらの写真をご覧ください、これはですね中国の人民日報のウェブバージョンで人民網というのがありますがこちらに掲載された写真なんですよ。 でこの写真何かと言いますと、人民解放軍とアメリカの海軍が合同で訓練をしている写真です。えっていう話なんですけれども、これ2013年の写真なんですよ。2013年。で、敵対していても合同訓練をするっていうことはあり得るんですね。なぜかというと、 えー、不意な衝突を防ぐために、政治的には対立していても、えー、軍の関係者の間ではちゃんと交流を持っていて、不測の事態ですね、不意な衝突が起こらないように交流をするということは、これは知恵としてあるわけです。で、これ2013年オバマ政権時代というのは、こういうことを実際に やっていて、人民日報でも、三3部か4部ぐらいに切り分けて、大々的に報じられているんですね。で、その後、リムパックなんかにも招待されるというようなこともあって、深まっていくのかなと思いきや、トランプ政権が誕生したということになるんですよ。トランプさんの功績って本当ですね、遡っていくと、こういった形で、いろいろあるんですけど、特に対中政策で、中国というのを完全にですね、あのもう、 ポン・ピオさんが今回、FOX ニュースの中で敵国という言葉を使いましたけれども敵として認定したというところが本当にですねあの我が国にとっても大きいなという,ふうに思いますで、しかしながらトランプ政権になってからも訓練そのものは行われておりましたこちらですね、これ朝日新聞の記事なんですけれどもしかし訓練の内容は変わっていたさっきのもですね、海上での救難訓練なんですよで、今度は災害訓練という形で北京市かな、の中かな。 どっかで中国の国の中にアメリカ軍が入っていて訓練してたんですからね。しかし、まあ災害訓練ということなので何かしら実弾を使うとかそういうような話は全然ないということになりますね。縮小していって。で、現在はですね、えー、先ほどの北京のやつは2018年なんですけども、現在は多分合同訓練みたいな話はここ数年聞いていないというかキャッチできていないので、多分してないんじゃないかなというふうに思います。そして今、 台湾とグアムで合同訓練をするようになりました。そしてグアムにアイアンドームを作る、そういう試験も行いましたということで、どん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 ですね。 中国に対する圧力というのを逆にアメリカも強めていっていて。で、そのアメリカの動きを見つつグレーゾーン戦略で今できることを中国がやっている。中国の方ばかり取り上げると中国がものすごい仕掛けているように見えますけれども、やはりアメリカの方が強いので、アメリカの顔色を見ながらちょっとずつちょっとずつですね、自己主張しているような状況であるということでございます。はい、えー、な、あ 台湾独立分子の T シャツですね。もしですね、日本の政治家がああいう形で、えー、制裁を受けてですね、あんなような T シャツができたら私もぜひ買ってみたいなというふうに思います。はい、ということで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。